土壌は濃いめ土壌化に分類される淡水魚の一種。日本の平野部の水田や湿地などに全国的に生息している。中国大陸、台湾、朝鮮半島にも分布するほか、日本をはじめとした東アジア地域では食用魚としての養殖も盛んに行われている。日本の固有亜種、抗義には土壌化全体を指す。英語の老チは通常土壌化の総称である。しかし、 ここでは、土壌科の M ・アングウィリコダタス一種について述べる。肥土上座食性で、ユスリカの幼虫などを主に接触する。体は細長い円筒型で、全長は1015センチメートル。口ひげは上顎に3体化学2体で合計10本ある。このひげには未来があり、食物を探すのに使われる。エラで呼吸するほか、水中の酸素が不足すると水面まで上がってきて、 空気を水口門から排出する超呼吸も行うが、超呼吸は補助的な酸素取り込み手段であり超呼吸だけでは生存のための必要量を摂取できず死亡する。この超呼吸の際の酸素の取り込みは腸管の下部で行われる。体色は茶褐色で背部に不明瞭な反問を持つものがほとんどだが、稀に鹿錠と呼ばれるオレンジ一色の白変種もあり、 人工繁殖されたものなどが干渉魚として商業流通する。個体差はあるが、危険を察知した際や水温などの条件によって、推定の砂や泥に潜ることがあり、飼育下ではこの特徴が災いして、水槽内の水草をことごとくほじくり返されることがある。体表面のぬめりが強く、水が汚れやすい。島戸上属では、自然分布で2倍体、3倍体、4倍体の 倍数ス個体が存在する。また、銀ブナのような姿勢発生を行い無償を生殖することが報告されている。土壌は水田に多く見られ、古くから農村地帯で食用に用いられていた。江戸時代から戦前にかけては、東京郊外の水田でいくらでも取れ、低湿地で水田が多かった、東京の北東部地域の郷土料理となっている。土壌すくいは、 泥田で土壌を救う姿を滑稽に表現するもので、安木節に合わせて踊られ、忘年会などの宴会芸の定番であった。中部地方では、上り落としと呼ばれる、両穴を用いて、土壌を捉えた。現在の日本では土壌を食用にする習慣は少なくなっているが、土壌は、昔から俗に、うなぎ一匹、土壌一匹とも言われ、わずか一匹で、 うなぎ一匹分に匹敵するほどの高い栄養価を得られる食材とされている。スーパーマーケットで売られている中国産土壌江戸の日常料理として使用されていた。大ぶりのものは開いて頭と内臓を取り、小さいものはそのままで、ネギや小棒とともに割り下で煮て卵で閉じた柳川鍋とされることが多い。卵で閉じないものは土壌鍋と呼ばれる。また唐揚げや天ぷらなどでも食べられる。 特に、東京近辺で好まれており、産地は、利根川水系のほか、韓国や中国からの輸入品も多いが、純国産のものは、超高級食材として扱われる。有極ア顎口虫の中間宿主となるため、踊り食いなどの生食は危険である。土壌汁カエ元年、江戸名物主販手引き草にも見ることができる。江戸缶味噌などの合わせ味噌で食べる汁物。ダルは、ドジャ。 うっしるないぎくったら忘れえずと読んでいる。土壌のかば焼き金沢市や隣接する富山県南都市、福光、城花地区では、土用の牛の日など夏場、うなぎのかば焼きの代わりに、土壌のかば焼きを食べる風習が今でも続いている。金沢市やその近郊には主に串焼きにして売る店が10軒、程度ある。しかし近年は、土壌のかば焼きの価格が高騰したり、 土壌の苦味を敬遠する人が増えたりしたことから、他地域と同様にうなぎのかば焼きを食べる人も多い。地獄鍋生きた土壌と豆腐を一緒に鍋に入れて徐々に加熱していくと、暑さを逃れようとして、豆腐の中に土壌が潜り込むが、結局は加熱されて、土壌入りの茹で上がった豆腐が出来上がり、これに味をつけて食べるのが地獄鍋である。実際には、 土壌は豆腐に潜り込むまでには至らない。中国や韓国にも同様の料理があり、中国では泥かじか豆腐などという粉末土壌。中国では土壌を水中人参と称することもあるほど薬膳に用いることも多いが、泥抜きした土壌を加熱乾燥し、破砕した粉末を食事療法に用いる例もある。下毒作用があるとされ、A 型肝炎の回復を早めたり、 主要の予防になるとも言われる。多くの土壌料理店などでは、土ゼうと書かれていることもあるが、ジオ音金遣いに従った表記では、土じゃうが正しいとされている。大月文彦によれば、江戸後期の国学者、高田智清の松屋日記に、土壌、泥次をのぎなるべしとあるから、土ジをうとしたという。土税うの表記は、越後屋初よ渡辺助七が、 土壌は4文字で縁起が悪いとして縁起を担ぎ3文字の土税を用いたのが始まりと言われる。一般的にも馴染み深い土壌であるが日本各地で放流や飼育施設からの脱走と思われる国外産土壌や外来種である空土壌が見つかっており、交雑や主観競争による影響が懸念されている。一部地域では国外産土壌との交雑による 遺伝子汚染が実際に確認されている。ただし、全国的な拡散状況は十分に把握されておらず、評価に必要な情報が足りないため、2013年に絶滅の恐れのある野生生物の種のリストに情報不足として登録された。環境省レッドリスト2018にて純絶滅器具として登録された。日本に生息する土壌化の種類の一覧は、 土壌か日本の土壌化を参照。谷登りかの副土壌はかつて土壌化に含められ、日本では現在でも土壌化に含むことがあるが、ウェーベル指揮官の形態上の特徴から、現在では単形頭群を構成すると見られている。名前が似ている、台湾土壌は、カムルチーと合わせて、ライ魚とも呼ばれ、台湾土壌化に属する別の魚である。また、カラ土壌も、土壌と似ているが、別属の外来種である。 ありがとうございます。